ちは。はい、今日は夏らしいものを作っていきたいと思います。はい、はい、ですね、トマトが血液を嫌がってね、サラサラにするという。本当に？はい、そうなの。はい、なんか最近血液が、ね、ニコピンのね、そう、ニコピン、ニコピンね。はい、はい、なので、はい、ですね、うどん、はい、うどんで、トマトのぶっかけうどんになったかな、を作りたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、トマトラーメンとかはね、結構なんかありますよ ね、うん、なんか結構ね、いろいろ調べてたら、あのトマトスープみたいな、はい、なんかのを作って簡単にできますよと。なんかレンジでできるやつとかもいろいろあったんですけど、はい、今回はレンジではなくやっていきたいと思います。はい、はい、あ、で、材料がですね、まあ、あのうどん麺、まあ、乾麺が好きな人は乾麺で湯がいてでもいいと思います。はい、とホールトマト、普通のトマト、ベーコン、まあ、あのウインナーとかがあったらウインナーでも大丈夫です。あとニンニク、で、ね、あのお好みで玉ねぎとかも入れても大丈夫そうやった、なんかね、トマトスープね、ほんとね、トマトスープを作れば良さそうでしたよ、ちょっと口が滑らんけん、お茶飲むね。口が滑らん。え、じゃあ児玉さんに切ってもらおうかな。はいはい、トマトも、トマトも、トマトはね、形はそう、あの残す残す、あのこんな、うんうん、あのね、わかる、レモン汁、こいつでやる、レモン、うんうんね、レモン汁っていうどう、こういうことね、レモンの形っていうか、違う違う違う、こうね、汚な、玉ねぎ欲しい、玉ねぎ、はい、欲しい、欲しい、はい、いや、俺が切らんという感じになるからちょっと欲しくない。いや、いや、いる、いる、いるよ。はい、あの玉ねぎはみじん切りでお願いします。みじん切り、了解。簡単でしょう。うん、そうやね。お隣でニンニクを、めちゃくちゃマジニンニクもらったけどさ、うん、使うね。使う使う。ニンニク。うん。なくなっていけるもんも。うん。ニンニクを使う料理ばっかする。するよか。トマティとトマティね。はい。ちょっとトマティもここに入れます。なんかついてます。はい。夏はもう食欲がね、うん、でも食べんと痩せてしまうんだよね。食べなかったら調子悪いですもんね。うん、本当にカロリー消費されていって、げっそり、みんなから痩せた痩せたって言われるけど、うん、痩せても痩せてもいないんだけどね。太った太った言われてうるせえって言わん。あ、でもずーっと人生の中でずーっと会うたびに痩せたって言われる。あ、あれしよう、俺もずっと言われるよね。たくさん会う人からとかよう言われる。痩せた痩せたの、昨日会ったような人からも言われる。そうなんすか。あの痩せた痩せた言われたら、うん、あの不安にならんすか、ね、なんか病気の人とかなっていうそうかな、ね、うん、大丈夫なんでしょうけどね、うん、切ったよ、切るものは。あ、ありがとうございます。ネギは違う、ネギも、あ、ネギも、小ネギもお願いします。はい、まあ、小ネギホールでね、はい、少量で、はい、で、よし、それでは、ニンニクでどうしようかな、ニンニク、あ、で、入った方がいいよ、ここだけ、わからなかったの、うん、バッカね、バリバリ、オッケー、あとベーコンですね、はい、ベーコンも切らなきゃいけませんね、はい、ね、私ね、うん、約30分ぐらい遅刻をしまして、寝坊して、じゃあもう、あの休みは取ってんのかなと思って昨日、でも昨日の疲れ方を考えたら違うなと思って昨日ね、はい、はい、材料が切り終わりましたので、はい、炒めていきます。まず、はい、あ、トラムさん、じゃあ炒めちゃって、油は、油はですね、今回オリーブオイルをしきます。おーい、おっ、ニンニクと玉ねぎとベーコン、はい、で、ベーコンがない時、今回ベーコンにしましたけど、はい、あの、うん、本当
ウィンナーでよくあることあるんですけど、ソーセージかな、ウィンナーかな、ちょっとわからんもんね、あれ。まあ、シャグレッセン的な。ソーセージ。ソーセージ。ウィンナーソーセージやけん、ソーセージにあったやん。お、出て大丈夫です。はい。はい。はい。玉ねぎ、ニンニクをオリーブオイルで炒めて。おー、上に。で、ベーコン、いきます。はい。そして、そこに塩コショウを入れますけど、いや、知っとるけどね、一回トマトスーパー作ったっけ。うどんが入ったら劇的に変わるかもしれない。そう、さっきね、ちょっとね、うん、濃いめがいいのかなと。塩分も取りたい。あの、最近釣りに行って思うのが、うん、マジ塩分大事。大事。なんか、お菓子カスもね、あの、味覚が、うん、結構濃いめ食べても全然濃い感じないたり、うんうん、飲み物が薄く感じる。塩の効いたおにぎりのめっちゃうまかったさ。まあね、塩分大事で絶対、うん、だってあの、ね、こう昨日作業してる時めっちゃ汗が出て目がめちゃくちゃスチームだもん。濃い塩水が出てきてるんやろ、ね、はい、そしたら塩コショウを振ったら、はい、あのコンソメいきます。はい、はい、1個。はい、あとはまあ塩なりとかで味を整えていきますけど、まだちょっと調味料入ります。で、だいぶあの火が通れば、うん、ホールトマトってやつですかね、この簡単に、うんうん、こいつを使います。なんかね、生トマトからやるやつもあったんですけど、うん、皮を剥いたり、うん、いろいろね、うん、めんどくさいもんね、うん、これ全然値段しないしね、このトマト。そうそう、お湯かけて皮剥いてどうのとかね、やっぱあれ。あとそのトマトの、うん、なんて言ったらいい、種類なのかなんか分からんけど、緑がのぷにょぷにょが多いところとか、うん、そういうので結構ね味が変わるみたい、うん、なんでこれが安定の安定するみたいです。完全にでも日本のトマトの形じゃないよね、はい、うん、ちょろ長い、いきます。はい、これ冷やし系ではないの？冷やし系、冷やし系、冷やし系、冷やし系です。冷やし系ね。で、味見もする前からウスターを入れます。はい、合うでしょ。醤油入れます。はい、はい、よし、これで、まあ、でも美味しかな、美味しかったと思う。で、ちょっとあれや、こういうのだったら、うん、どうぞ。こういうなったら水入れて、それで水っぽうなったらケチャップ入れたらいい。あっと、もうこんぐらいになってくんじゃねえの。よし、あ、変わったのか。うん、醤油になった。だいぶ醤油によったよ。でもうどんに合うんじゃねこれ。まあね、うん、だいぶ醤油よりになった、うんうん。あ、今もう触らんでよかかもしれん。そうそうそう、ね、うん、はいはいはい、はい、じゃあ冷ましときます。はい、入れます。おーい、はい、そう、まあ、飛んだ、飛んだ。はい、ちょっとでっかい器で。よし、もう入れます。はい、で、さらっとこの生麺系は多分茹でて、うん、すぐあの、お水で揉んだらシコシコとなると思います。いきます。はい、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 湯待ちします。はい、はい、はい、冷えたので。はい、冷えたよ。動画にはサムネというものがあります。こっち食べるよ、食べるよ。で、こっちも食べます。はい、で、3年分にしました。はい、はい、じゃあ、完成でいいですか。はい、冷えてるよ、瀬田さん。うまいもんね。よし、よし、こんぐらいかな、ちょうどかな、うん、で、ネギをかけます。このネギっていうところが、こう、うどんに。なるほどね。はい、
なもんかな。はいはい、はい、こちら完成しました。トマトのぶっかけうどん。はいはい、じゃあ食べていってみましょう。はい、はい、はい、それでは完成したのでいただきます。はい、はい、絡めてね。絡めていきますよ。このニンニクもこんな入ってるね。うん、これうまいでしょ。うまい。いただきます。冷えてる、ちゃんと。うん、あり、このありっていうか、これ店にあっても頼むやつや。おい、酸味がやっぱ夏に、うんうん、さっぱりで、で、うん、ずーっと、うん、ほい、あの乾麺とか言ったけど乾麺じゃない方がいいかも、うんうん、なんか夏やったらね、うん、トゥルンって、これしかもあったかくてもうまい。冷めても、冷めても、うんうん、冷めても、冷めても、冷やしても、冷やしても冷めても。いや、醤油がいい仕事したとかもしれない、ね、かもしれないですね。あの、うん、あのバッて入れたやつが、ああ、お湯があの的確に入れたやつ、ね、そう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 、あ、意外とよか仕事したかも。うわーって、まあまあ、じゃあちょっとゆっくり食べます、ね、はい、はい、こちらトマトのうどん。何だっけ、トマトうどんやね。トマトうどん、はい、冷製うどん、冷製うどん美味しかったです。はい、皆さんも簡単なので真似してみてはいかがですか。はい、じゃあね、ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら、はい、はい、はい。